動でそのまま出る当たった反動でドラゴンボールのだから腹殴られたらこっちボコって出るそしたらこっち出るやっぱあれなんですよよく今気になってね小鳥さんね、うん、いや誰が喋り出すかやっぱ決めた方がいいよねそう思ういただきますだってのあそっちあんな口が聞いたのいいんだけど、はいこういう時米からいかねえかなお米持ってこお米なんだむしろメインはうまっちゃんと炊けるもう済ましちゃってもういいよそうですねちょっとここで食べてっていやー、うん、このタンコブ、うん、あの出るじゃないですかタンコブがね押してくんないっていうあれ、うん、本当ですかねゆっくりだゆっくりとさやをさやに何で使いますもし11万あったら旅行とか行けてなかったじゃん、うんうんうん、沖縄だな、うん、岸君的にはどうなんですかもうそれ問答無用に貯金入れるカノさん、はい、2枚目のアルバムランドついにリリースですねやっぱり僕たちもこういうご時世に合わせてこういう楽曲を入れた方がいいこういう楽曲を入れた方がいいっていろんな打ち合わせをして本当に思い思いの思いを込めたあの曲がたくさん入ってるので聴いていただきたいなと思いますね、うん、はいドンあら、はい、食種で食べちゃうぞですね食種で食べちゃうじゃん、うん、ちょっと心闇入ってだいぶ疲れてんじゃないのかな勉強を始めてますですのでちゃんとしゃべくりさんとかも先日見させていただいて知らない言葉とかやっぱメモるようにとか知らない何メモるの？何が出てきた？先日あのモサって言葉が出てきたんですけど、モサ、はい、モサだったり崇拝とかもそうですけど、崇拝は、はい、あとは胃の中の蛙とかも使いどころねえよ。25時間テレビどこで使おうとしてんだから。胃の中の蛙。自分で料理する時とかやっぱりいい質のものを、ああなるほどね。プラスとか全部オーガニックにしたりとか調味料とかもこだわってる。高いよ。えターメリックとかクミンとかまで入れる派。作る料理によるやん。カレーとか、うん、めっちゃ本格派だね。なんか何も言ってないのよ。絶対言ってるんですよ。怖いの。何喋ってんの？ってっ僕は弟にしたいナンバーワン。ああいいですねいいですね。わかるわかる。僕が1位取ってる人。僕とかあのスケベソー V6 撮ってます。言わなくていい。V6 言わなくていいそれ。ちゃんと全部撮らせていただいて。でも結構撮影は大変でしたよね。そうだね。はい。まあある方がなかなかミスを自然化して。ある方。岸君もある方って反応してましたけど。そうですね。びっくり箱を出すシーンで開かなかったりとかそういうミスがあったり。物を開かなくてテンパったのか分かんないですけど、もうそのまま投げ捨てたんですよ。そのシーンがこちらです。人間の進化です。こっちがまだ全然で、うん、こっち赤ちゃん。これ赤ちゃんです。だからその子が赤ちゃんってことはこの子の進化。ただの成長だ。この子成長です。ああ。最後どうなるのこの子、ね？金髪？最後はあの IT 系ですね。これ IT 系の教育。水はけとか本当は買って買いたいじゃん。シンクとか。水はけ？ガラスみたいなついてる家とか。うちついてないから。あれ水はけっていうの？あれ節約するために段ボールで作ってる。嘘でしょ。吸い込んじゃうじゃん。怖い家だな。最近あまりにも塗りすぎてだんだんよれてきて。防水用じゃねえか。貧乏暮らしみたいでしょ。いやいやいや、なんて、まあ、DIY というか。DIY? 僕はあのダンス1位とか、あと天然だと思うジャニーズ1位とか。可愛、はい、らしい。岸君は？僕、2、3あたりです、基本。お父さんにしたいとか。お父さんにしたい。お父さんにしたいとか。お父さんにしたい。急に割りそうとか。パパ枠なんですよね。なんか草たちを積んでって、うん、このパサパサ作って、あ、草でこれ作ったの、はい、作ってすごいね、はい、でちょっとそこでやっぱ大丈夫だよとか次はこうしていこうとかアドバイスもくれますし、目に見えて落ち込んでたんで、はい、そういう言葉をかけてあげないと多分メンタルもたんなかったですね。最年長である、まあ、岸君の可愛い失敗をみんなで笑えるって、これいいグループですよ。いや本当愛も感じましたね。ただワンカムショーは正直もう一生やりたくて。いやすごいよ、これ。近い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 近